の講演会、みんなプロフィールブック見てくれてたね。芸術家さんたちの作品リストもね、どっちも見やすかったって好評だったみたいだよ。私たちが作ったんだし当然だって。当然かどうかわからないけど、みんなに喜んでもらえてよかったね。遅くなったわ。あ、ルイさん、チャットでもらってた時間よりずいぶん早いね。予想より早く講演会の後片付けが終わったのよ。お疲れ様。言ってくれれば私たちも手伝ったのに。必要ないから言わなかっただけよ。後片付けは生徒会の仕事だもの。じゃあルイさんも来たことだし、30分になったら練習始めよっか。それなら今のうちに渡しておくものがあるわ。はい、受け取って。これ何のチケット？芸術家たちが開催する展覧会のチケットよ。講演会を開催してくれたお礼にと言って渡してくれたの。それを私たちがもらっていいの？あなたたちも準備を手伝ったのだから当然の権利だと思うけど。へえ、結構近くでやるんだね。学校から二駅先ぐらいじゃん。明日から開催するんだね。ルイルイありがとう。私が何かしたわけじゃないわ。それでいつ行きましょうか？え？開催期間もあるし早めに行った方がいいわね。ルイさん、具合でも悪いの？ん？どういうこと？熱は？ないみたい。とりあえず横になれって。明日の天気大丈夫かな？季節外れの台風が来たりして。安心して、天気予報だと明日は雲一つない快晴みたい。要領を得ないわね。言いたいことがあるならはっきりと言って。だってねえ、ルイルイのことだから一人で行くって言うと思ったんだよ。それだ。展覧会に足を運ぶのは展覧されている芸術作品を鑑賞することが目的。一緒に行く必要はないわ。とか絶対言うと思った。確かに霧ヶ谷さんが言う通り、芸術作品を鑑賞することが目的ね。それならどうして？一人で行くと言ってもあなたたちは何度も誘ってくるでしょ。できるなら一緒に行きたいなって思ってるよ。それなら断り続けるより、そうした方が効率がいいと思ったのよ。そういうことか。わあ、びっくりした。うん、何かあったのかって心配しちゃった。ん？なんかよくわかんないけど、ルイは私たちと展覧会に行きたいってことでオッケー？行きたいわけじゃないわ。仕方なくよ。もうそういう言い方しないの。けど仕方なくでも嬉しいな。ルイさんから誘ってくれたのって初めてじゃない？これって誘われたことになるのかな？なるよ。いつ行くって言ってたしね、ルイルイ。何でもいいから早く予定を決めましょう。私のスケジュールからな。空いてる日は、私はちょっと待って、今メモするから。たまには外でお昼を食べるのもいいね。いい気分転換になったよ。あれ、あそこにいるのって。おーい、ルイちゃん。月島さん、こんにちは。こんにちは。どこかにお出かけかな？はい、今戻ってきたところです。さっきまでモニカのみんなと展覧会を見に行っていました。へー、高校生で展覧会は珍しいね。
月の森の生徒にとっては普通のことです。子供の頃から家族と一緒に生き慣れていますから。そうなんだ。なんだか月の森って感じだね。それでは私はそろそろ失礼します。うん、またね。たまにはサークルにも顔出してね。さ、私たちも帰ろうか。午後もお仕事頑張ろう。あの、月島さん。あれ、るいちゃん？どうしたの？月島さんに伺いたいことがあるのですが、よろしいですか？いいけど、何かな？聞きたいことって。月島さんは今まで音が変わったと思った人を見たことがありますか？音が変わった？ある先輩にそう言われたんです。私のバイオリンの音が変わったと。でも私にはそんな実感は全くありません。実際にどう変わったのか確かめたいのですが、昔の私がどんな音を奏でていたのか覚えていないので考察ができないんです。だから月島さんにお聞きしたくて。話は分かったけど、なんで私なら答えられると思ったの？月島さんはサークルで数えきれないほどのバンドマンを見てきましたよね。ほぼ毎日ライブしに来てくれるからね。普通の人よりは見てきたと思うよ。それなら実際に音が変わったバンドマンを見たことがあると思いまして。なるほどね。音が変わった人か。うん、いるよ。何人かそういう人見たことある。どうして音が変わったんでしょうか？答えになっているかわからないけど、気持ちの違いじゃないかな。気持ちの違い？うん、ライブで少し暗い音を出してた人が次のライブでは明るい音になってたりすることとかあるんだ。そういう時はきっと気持ちが明るくなる何かがあったんだろうなって。何かがあった？思い当たることはある？思い当たることといえばモニカに入っているかいないかですね。先輩もモニカで演奏している時の音を聞いて変わったと感じたと言っていました。ということはモニカがルイちゃんの気持ちに何か影響を与えてるのかもしれないね。ありがとうございます。参考になりました。参考になったならよかったよ。私にできることならまたいつでも相談に乗るからね。わかりました。それでは失礼します。